どうも、吉谷です。今回ですね、熟成さんの、サオニャンさんと、音声対談の方をしたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。この前ですね、しんちゃんっていう方と音声対談したんですけど、はい。なんと、サオニャンさんが、男だと思われてたみたいで、うん。はい。なので、ちょっとまた自己紹介女性だよということを、ちょっと、性別女性ということもちょっとお願いします。はい。はい。名前はサオニャンです。はい。で、中身はもしかしたらおっさんかもしれないんですけど、戸籍上は女性です。はい。で、まさか、こう、ね、男性だと思われていたと思わなかったんで、ちょっとこうね、令和入って初めての事件として吉谷さんに緊急報告をさせていただきました。よろしくお願いします。はい、まあ、緊急対談ですね。はい、あとですね、まあ、この前その、まあ、サオニャンさんと音声対談撮らせていただいて、3月の売上が1110万ぐらい上がって、はい、でその音声を結構あれが反響がありまして、もう、はい、多分な結構というか、まあ 2,3 人なんですけど、なんか 5,6 回リピートして聞きましたっていうのが 2,3 人いただきました。すごいですね。はい、結構長時間音声だったんですけど、 5,6 回リピート聞きましたみたいな。うんうん、まあ1110万上げたって誰やねんっていう、まあ、気になる、はい、ますもんね。でも 5回も繰り返して聞いてくださったっていうことはすごいですよね。あ、要は、まあ、その方が言ってたのはやっぱりその、はい、サオニャンさんと本当に一緒で、はい、やっぱりそのなかなかできないというか、その不安でその壁がなかなか越えられなくて、もう聞いててもうその通りみたいな、いやサオニャンさんと一緒やねんみたいな、そこわかるみたいな感じで結構聞いていただいたみたいですね。はい、まあだからサオニャンさんもバックエンド売るまで結構時間かかったじゃないですか。うん、めっちゃ時間かかりましたね。うん、だからいろんなマインドブロックがあって、いや、はい、吉谷さんと渡しちゃうしみたいな、いろいろあったわけじゃないですか。うん、はい、うん、だからそのなんかサオニャンさんの言葉がすごく入ったって言ってましたね。ああ、うん、で、まあそう、まあ、この前その、まあ、この YouTube を、はい、聞いてるいただいてる方は、この前そのサオニャンさんと1110万売り上げ上がった音声対談は別撮りで撮ってますんで、まあ、聞いてないよって方はこの下に入れと YouTube の下にリンク入れとくんで、今回僕がちょっと聞きたいのが直近で報告いただいた塩事件ですね。はい、塩事件ね。そう、塩で40万売り上げを作るっていうね、このちょっとそれをお聞きしたいなっていう。つい最近のね。はい。なんか結構ちょっとお詫びとして報告をしなければっていう感じで。はい。結果報告でその塩を売って40万っていう、あれは具体的にどんな塩を販売されたんですか。はい、あ、そうですね。まあ私がその別チャンネルで、もともとの本業の方のチャンネルで、はい、まあ、塩と水をテーマにした動画を撮ってたんですよ。はい、でそれがなんかかなりバズりまして、でそれを見てくださった方が、はい、先生この塩ちょっとおすすめなんでちょっと試してみてくださいって持ってきてくれたんですよ。へえ、じゃあ YouTube のリスナーさんが持ってきてくれたと。そうですこの先生塩よかったらみたいな。そうです、はいはい、うん、で何やろうと思いながら、いや私今使ってる気に入ってるお塩あるしな、どうしようかなって思いつつも、まあ、ちょっと外出して頭がちょっと疲れて痛くなったので、はい、で目の前に置いてたその もらった塩とお水が目の前にあったんで、はい、じゃあちょっとお風呂入る前に水でも飲もうかな、塩舐めてと思って、はい、バクバク食べて水ガブガブ飲んでたら、はい、スパッと頭痛が止まったんで、へえ。でこれは何やろっていうのですごいなと思いつつ、で翌日令和の時代になるって言ってカウントダウンニュース見ながら、うん、水と塩をこうパクパク食べてたら、はい、もう手足がポカポカしてきたんですよ。はい、
で、これはちょっと、なんやろうなっていうので、ちょっと、販売元に連絡を取ったっていうのが経緯ですね。ああ、なるほどですね。これめちゃめちゃいいんですけど、どういうことですかっていう販売元に聞いたんですか？聞きました。どういうことですか？どういう仕様なんですかね？みたいな。そしたらどういう回答を得られたんですか？まあ、ホームページをちょっと見てくれって言われて、で、あとはまあ、やっぱりその、冷え性だったりとか、まあ、僕自身は肝臓の数値が正常になったりとか、まあ、いろんな奇跡が起こってるんです、みたいな感じで教えてもらったんですけど、はい。まあ、直接ちょっと会いに行きたいって言ったら、いや、ちょっと直近だったら、そのセミナーとかいろいろお塩の勉強も、会もやってるので、まあよかったら来てくださいみたいな感じで軽くあしらわれたんですよ。なるほど。なんだこのうぜえ客みたいな。そう。だから私は、その結構そのお店が、その大阪じゃないんですよ。結構遠いんですけど、こう、時間ちょっと合わせていただけ、お店やってるんでそこに行かせて、ちょっとお話聞かせてもらえないですかって言ったら、答えがノーだったんで、ああ、そうか、と思いつつも、でも、すごくいいお塩なので、ちょっと、どうしようかなと思って、で、これ売れたらいいなと思ったんで、これ売れませんか？小売とか、そういう登録って契約ってできないんですかね？って聞いて始まりましたね。でもそこが、まあ、僕結果報告いただいた時に、普通の人ってそこをなんか、これっていいから売れないんですかっていう質問をできる人が多分ほぼいないと思うんですよ。それはなぜその質問できたんですか？多分なんていうんですかね、まあ、ずっとその起業してて事業やってるんで、そういう発想になっちゃああ、うそっかそっかそっか。と思うんですよね。あ、そっかそっか。そうっすね。そっか。まあ、サオニャンさんはですね、まあ、リアルの授業もやられてますので、まあ、起業家マインドというか、なんか、すぐ、あ、これ売れないかなっていう、そういう発想があるってことですよね。そうですね。何でもお金に変えられないかなっていうところで、まあ、ドリアカに入ったそのきっかけも、夜暇だったから、この暇な時間をお金に変えれたらいいかなっていう発想で、なんか楽しそうだったからっていうので入らせてもらったんですよね。なるほどね。まあ一般の人だったら、まあこれちょっと売れないんですかって聞かないですもんね。まあそもそも売るプラットフォーム、まあ売るっそうて、そう、売るっていう発想がないですもんね。うん、そうかもしれないですね。紹介も多分しないかもしれないし、そうですね。まあだから自分で終わりかもしれないですね。だからそこがすごいなって。例えば僕なんかはその情報発信してるんで、例えばその何でも買ったりとかしたらレビュー動画撮るんで、なんか、それは当たり前なんですよね。だけど、なんか、一般の人ってそれが当たり前ではないので、なんか、いいものを食べたりとか、いいものを食っても、ああ、いいもの食ったな、で思い出で終わるじゃないですか。今はね、ゴールデンウィーク中で、いろんな思い出作りされてる方いらっしゃると思うんですけど、思い出で終わるっていう、思い出をお金に変えようとする人は発想がないですよね、多分。ああ、多分。そうですよね。そうかもしれないですね。で、まあその塩、じゃあそれでその販売できますよっていうことになって、でその後はどういうふうに、どんな感じに、流れとしては、まあ僕は報告いただきましたけど。そうですね。で、まず、サロン会員さんだけにシェアをしようかなと思ったんですよ。で、そしたら、どうしようかなと思って、全体に流そうと思って、LINE アットに、告知しました。いい塩を見つけたんだけど、一緒に買いたい人いますか？みたいな感じで流して、流して、で、そしたら、そうですね。次々にオーダーが入ったんですけど、これずっとするの大変だから、もう翌日にはもう締め切り、もう今日で締め切りますって言ったら、ドドドドドって入ってきて、オーダーが82件問い合わせ、で、確約が79件。すごいっすね。
で、ついでにその LINE、まあ、すごく本当にいい仕様だから、LINE と Facebook にも同じような文章でちょっと軽い感じで流したんですよ。で、そしたら LINE の人と、まあ、Facebook から見てくれた人も問い合わせしてくれたりとか。それは使用は単価いくらでご案内したんですか？推しはね、安いんですよ。上乗せて出せないので、売ってる値段が1500円ぐらい。いや、まあ、すみません、塩で1500円って安くないですよね。 塩で1500いや、円。安いですよ。だって私、前、500g、それ1キロで1500円なんですよ。で、前売ってたのが、500g で2500円。ぼったくりですね。 で塩2000円で売ってたんですか？はい、売ってました。すみません。僕、塩に興味がないので、まあ、そんな塩市場っていうのがよくわかんないんで。まあ、でもまあ、なんでもいいものは高いですからね。そうですよ。だっまあ、てでも、100g 1000円の塩も売ってました。へえ、まあ、でも、スーパーに行って 100g 1000円の塩ってなかなか置いてないと思いますよ。普通の、一般庶民が行くスーパーに 100g 1000円の塩が置いてあっても、まあ、売れないですよね。多分これ聞いてる方も1000円で塩買おうかなと思わないですよね、多分ね。まあ、でも売ってるものとやっぱりやっぱいいやつは本当にいいんですよ。太陽の光だけで、ね、熱も加えないし、乾燥もさせないっていう、熱を加えて乾燥もさせないので、私たちの体の中と同じ成分が取れるんですよ。だから普通のスーパーで売ってるお塩っていうのは、まあ、それはいっぱい食べたらミネラル全然入ってないから血圧上がるよねっていう話で、まあ、それは減塩していただいた方がいいんですけど、逆に私が見つけた塩っていうのは、いっぱい食べるんですよ。もう食べて、で、正常な機能に戻していくっていう、薬と同じような感覚。食べる塩。もう食べますね。舐めるとしょっぱいじゃないですか。だからね、もうポンポンって手のひらにちょっと固まり出して、で、パクって食べて水でガブガブ飲むみたいな。いや、僕人生36年今生きてるんですけど、その塩を食べるという、それは一度も経験ないですね。でもこれ聞いてね、る方塩食も、べるのはね、でも今回初めてです、私も。そうなんですね。前は料理とか、まあ普通にお水にちょっと加えて飲んでたりとかするレベルだったんですけど、まあとにかく今回出会った塩がすごすぎて、もうこれはちょっと食べないといけないっていう。なるほど。若干引いてますかね。いや、だいぶ 引いあ、てでまも。すね。まあ、全然共感できないこのトークですけど、大丈夫ですかね。 まあ、その健康とかね、ちょっとそういうの興味ある方は、その塩どう、サオニャンさんちょっと買いたいんですけどって今なってるかもしれないですけど、塩を販売するという趣旨ではなくて、ちょっと趣旨に、前説長かったんですけど、趣旨に言っていいですか？まあ、今回ですね、ドリアカの問題点についてちょっとお聞きしたいなっていうところで、まあ、サオニャンさんはネットビジネスの根も知らない状態で、まあ、ドリームアカデミア入学されたじゃないですか。で、ドリームアカデミア入学すると、ポータルサイトがポンって渡されるじゃないですか。で、ポータルサイトにアクセスするといっぱい講義があるっていう形で、そこでまあ学んでいただくという形なんですけれども、まあ、実際そのネットビジネスの根も分かんないサオニャンさんがドリアカ入って、どういう印象というか、どういう感じでした、最初そのポータルサイトにアクセスして。まあ、いっぱい動画あるじゃないですか。そうですね。まあ、そうですね。はじめにっていう動画と、あとマインドセットの動画を見て、で、あとは気になる、3万円のコースの気になるようなジャンルをちょっとちらって見たぐらいで、あとはもう見てないんですよ。見てないということですね。 結論。で、まあ、というのも、私が入った時は特典がついてたので、いろんな動画が、もらえてたんですよね。キャンペーンで。で、その動画を、楽しんで見てたっていう方が、時間が、
じゃあ特典を堪能してたみたいな感じですか？そうですね。で、あれですよ。弟子にその竹刀持って叩いてる動画とか。なるほどね。で、あとは今、販売してるんではい。すかね。1億じゃないわ。マスターマインドですかね。マスターマインド。あれはちょっと脳がしびれたので、あれは良かったですよね。なるほど。じゃあ、あれ見て弟子のやつを見たんですよ。だいぶその刺激が欲してるんですそう、ね。刺激がなかったんで、とにかくだらだらお家でしてたんで、ちょっと刺激が必要だったんですね、きっと。なるほどね。じゃあ、最初はこう、いろんな動画を見るだけで終わってて、その、あ、そうそう、です。あ、サオニャンさんが言ってたのが、あれですね、その、大阪でやった次世代ウェブ、なんだろう、そうそう、なんだっけマーな、ケティングセミナー。マーケティングセミナーだ。あれを見てやらないといけないなってなったんですよね、確か。そうなんですよ。あれを見てもなんか、あれ参加するよ、しようかなと思ってたんですけど、勇気がなくて参加しなかったんですよ。で、参加したかったやつだと思って見て、で、コンテンツって何かなってよくわからんなと思いながら聞いてて、でもね、ドリームアカデミアでコンテンツの話はしてるわけなんですけど、それはあんま見てなくて、そのセミナー、自分が行きたかったセミナーが映像として、売られてたから、それ買ってみたら、やってみようって感じで大丈夫ですか？そうですね。もう参加した気分になってみて、で、そしたらもういきなり、もう今ここで、そのテーマとか決めれないんだったら意味ないですよ、ぐらいな感じで言ってたんで、もうなんか、おおと思って、いやー、ちょっと、今すぐやらなきゃって感じで、ノート開いて、書いて、で、思いついたのが、今やってるリーディングですね。なるほど。で、その、あ、そうそうそう。で、僕、いただいてたのが、その、自分がそのコンテンツの、リーディングを始めて、フロント商品販売したりとか、サロン会員とかの、自分で始めてからドリアカの講義を見て、なるほどねっていう、やりながら見て、なるほどあ、そうでねっすてね。いう理解し始めたみたいなことを以前いただいたような気がしますね。そうですね。リーディングのそのね、コンテンツっていうのこう固ま、テーマが固まってから、ようやくその、30万円でしたっけ？ 30 万円のステップの動画を見て、わあ、すごいと思って、で、ヒントがいっぱいあるので、それで構築してったって感じで、頭の中で、うわあ、こんなことができるとか。で、あそうとはそう。刺激を受けたのが、5万円のセミナーですね。5万円のセミナーって何ですか？鹿児島でされた。あれ、ワンデーの、あやさんと、モーリーと、マサキングが来たやつか。そうです、そうです。あれを見て、もうかなりまた刺激を受けて、で、エンジンがかかったって感じですね。あれ結構中級上級というか結構あれね結構僕も今までにない感じのそうですスタね。イルのセミナーだったんで、話したいことが話せたかなとは思いますね、あれは。あとそのオンラインサロンやる時もそのドリアカのなんだっけなあの会員制ビジネス見て、オンラインサロンもやろうみたいな、でしたっけ？まず、先に自分で、なんていうのか、商品をバンバン、売るんじゃなくて、安定させるっていうのを、まず思いついたんですよ。で、安定させるためにはどうしたらいいかって考えたら、やっぱり月額入ってくるで、サロンとかいいんじゃないかなと思って、吉谷さんにオンラインサロンとかどうですかねって、尋ねて、で、ああ、いいじゃないですかって言ってもらえて、で、そしてホームページ見たら、あ、100万円のところにオンラインがあると思って、勉強して、ああ、なるほどっていう感じで、スマホに、それお気に入り登録で入れてます。なるほど。ありがとうございます。で、最初、フロントとか売ったりとかオンラインサロンやって、この前バックエンドなんですけど、
まあ、ちょっとまた話を戻して、まあ、その過程の中でそのドリームアカデミアの、まあ、問題点にちょっとまた戻したいんですけど、はい、サオニャンさんから見て、はい、そのドリアカの講義ここダメだよとか、なんかここもうちょっとこうした方がいいんじゃないかなとか、なんかあります？いや、その要望は昨年言わせてもらったので、あ、あれですね、リアルな集まりですよね。そうですね、はい、であとはなんていうのかな、あの会員さんより、はい、あの一般向けの人に対してのサービスが手堅すぎて、はい、なんか会員さんをほったらかしにしているような印象を受けたんですよ。うん、なんかそれに対してちょっと私が言わせていただいて、うん、であとはやっぱりあのいくらネットといえども、うん、ファンサービスであのやっていく、なんかファンサービスの一環じゃないかなって、あのどこまで行ってもやっぱりその起業するってことは、うん、お客様がつくってことはファンサービスじゃないですか、うんうん、だからそこをやっぱり、ね、いやドリアカはネットだからみたいな、ネットで完結だからっていうのに対して私はいや違うっていう感じで言わせてもらったのが、やっぱり他のなんちょうどその時そのあの他の人たちもそのリアルであったりとか、うん、あのしてそのファンのサービス交流会っていうのが盛んに、ね、やっていたん でぜひこれはもうドリアカもあのそういう場があったらもっともっとなんかいいんじゃないかなって、そしてそういう風なあの環境にしてほしいなって言って要望を出させてもらいましたね。なるほど、まあ、そこはすぐ、まあ、汲み取って、僕はあの新年会を東京と大阪と福岡でやりましたけど、はいはい、まあ、めちゃくちゃ良かったです、はい、ね、まあ、サウナさんも大阪さん、ね、はい、言い出した人間が参加しないでもあれですからねあのいやでもね、いや結構あの参加して本当に良かったです、うん、いや新年会正直 ね大変だったんですけど、まあ、大変だったけど、はい、まあ、リアルに直接会っていろいろ話が僕も聞けたんで、まあ、やって良かったなとは思いますね、はい、うん、だからまあ新年会に関しては僕年末セールスがあるんで、年末の忘年会はちょっとできないですけど、はい、新年会は毎年恒例でやろうと思ってるんで、はい、うん、だから年ですね、まあ、うん、まあまた東京大阪、ちょっと上の方はいけないんですけど、多分また東京大阪、はい、福岡かこの辺りで新年会はやろうと思ってますし、あとはまあ僕の余力があればまたなんかあの集まる企画でなんかできればなとはそこは思ってますんで、はい、はい、そこはまあやってきます。ありがとうございます、はい、まあそれぐらいですね、要望っていうのは、うん、ただね、僕これはまあ僕の意見としては、要はその一人のリーダーになりましょうっていう、まあドリアカのマインドセット、最初の究極のマインドセットで、その自分がリーダーになって自分がこうやっていかないといけないんだよってとこを教えてるんで、なんだろうな、はい、結局そのドリアカに入った塾生さんが逆にそういう場を提供する、例えばそのコミュニティを作ってやるとか、そういうことをやっていかないといけないんで、いつまでも僕のお客さんじゃなくて僕から卒業して羽ばたいていく、まあ、ドリアカの鳥さんあるじゃないですか、はい、だから自分が一人で羽ばたいていかないといけないんで、僕にいつまでも依存しちゃダメだよっていうところも あるんですよね、僕の気持ちとしては。そうですね、それも非常に言われてたのも、うん、すごく分かってですね、はい、うん、ただまあなんていうかな、誰かも言ってたと思うんですけど、はい、やっぱりその師弟関係じゃないですけれども、はい、なんか一回その場に入ったとすれば、やっぱり吉谷さんっていう人がやっぱりなんていうのかな、吉谷さんについていくっていう、その吉谷さんの目標としてこう追いつけ追い越せじゃないですけど、うん、やっぱりそこはもうどんな関係立場になったとしてもずっとそれはそうなんですよ、うん、卒業とかそういうわけじゃなくて、なるほど、うん、その関係性っていうんですかね、うん、うん、だからそれが別に依存では何でもなくて、まあ、うんうん、まあその僕が思うのは、要はその依存ですよね、その依存じゃないっていうことであるのは全然僕はそのありがたいんですけど、やっぱそのね、サオニャンさんは結構そのなんだ、
まあ、さっきの仕様の話でもないですけど、その、はい、ちょっと思考がやっぱ起業家思考があるじゃないですか。はい。だからいいと思うんですけど、その、はい、一般のお客さんってその起業思考ってないんですよ、そもそも。だ依存、どちらかというと依存思考なんで、だそこから脱却してほしいなっていうところはありますよね。はい、だその起業家、なのであれですよ、そう、なんだろうな、新年会は怒られ部屋なんですよ。はい、いやもうだって大阪の新年会説教した。僕ね、大阪の新年会は結構き、ね、大阪の新年会結構きつかったですね。うん、だってかあれはね、うん、みんながなんか背筋こうピンってなったような。うん。うん。そう、まあ問題児がねいましたからね、大阪の新年会。そう。うん、だから僕ずっと喋りっぱなしで、まあ、全然新年会もクソもないんですけどね、僕の場合は。そうですよね。東京、大阪、福岡もずっと僕あの、うん、お酒も一杯飲むか飲まないかでずっと喋りっぱなしで、うん、うん、まあ、僕としては苦痛の新年会なんですけど。だって新年会じゃなくてマンツーコンサルがマンツーコンサルやりますよみたいな話ずっとその、そうですね、うんうんうん、ずっと、あ、だから単にその遊ぶというかその飲み会だったら意味がないので、いや僕もそうなんです、やっぱりその吉谷さんに会って普段聞けない、うん、聞きにくいところをこうマンツーで聞いてもらえる場っていうのがめちゃめちゃやばいので、うんうん、もうこれはすごいすごい機会になったなって思いました。いや僕としてはねもう赤字なんで、あ、もう赤字だし疲れるし、もう正直やりたくないんですよね、うん、あれは。ただね普通に飲んで楽しくワイワイやるんだったらいいんですけど、うん、でもそれだとやってる意味がないじゃないですか。それだったら普通の会社の新年会とかなんか他の集まりでお酒飲めるし、なんかどうせ集まるんだったらちゃんとなんかその有意義ななんか、はい、次につながるような新年会の方がいいと思うんで、やったんですけど、まあ、ちょっと僕的にはあのきついなって。まあでもやっていかないとダメですね。あれば頑張ります。はい、はい、そうですね、まあ、はい、うん、あとはあの他の人がどんな悩みで、うん、こう吉谷さんがどういうふうな解決を言ったのかっていうのもこう全部分かればすごくもっともっと良かったなっていうのもありましたね。あ、なるほど。みんながどんな悩みでどこでつまずいてるのかっていうのは、うん、多分自分と同じところでもあるじゃないかなと思って。うん、確かにまあそうですね。はい、うん、だからあれですね、うん、今度あれかも、まあ、あの新年会やりつつリアルでその、うん、ライブもするとか動画撮るとか、要はその対談する、要は、あ、まあ、その要はそのリ、うん、なんかいいですね、リアル生コンサル対談映像みたいな。でそれをシェアできるじゃないですか。はい、だから要はそれを映像コンテンツもしくは音声コンテンツして残せば、それをまたシェアできるんで、それいいかもしれないですね。いいですね。まあその場でライブして、うん、で参加者がこう質問を打つとか。あ、そう、あ、それもいいですね。あ、だから目の前にいるのになんか面白いみたいな。いやだから、まずそのなんかリアルでその生コンサルをライブ感で流して、うん、で、まあ、その目の前にいる方の質問を応じながら、そのチャット入ったらそのウェブの方のやつにも乗ってくとか、はい、それいいかもしれないですね。いいですね。あ、でたまに投げ銭したりとか、うん、あ、それちょっとそれ要は新年会だとちょっと盛り上がりすぎなんで、ちょっとあの、うん、音声がきついんで それ用のなんかお悩み相談会か分かんないですけど、ちょっとそれ企画しますわ、うん、なんか面白いですよね。それはいいですね。その塾生さんで、うん、その、うん、なんだ悩みある人、まあその一応そのライブ感でも流すんで、はい、その出演できる方に限りますけどみたいな感じで、うん、その代わりコンサル無料でしますみたいな、うん、だからメリットとしては無料でこうマンツーでコンサル受けられるよっていう、ただそのライブに出て出演していただくっていうのが条件ですみたいな、うん、まあそれいいかもしれないですね。いいですね。お悩みライブ、うん、うん、カーツみたいな、カーツライブ。お悩みライブ、あ、これちょっとやってもいいですね、うん、いいですね。ちょっと企画します。うん、でも僕もあのマンツーでやっぱあのなんだ
やってやっぱ良かったなっていう、僕自身も直接その悩みを聞けるんで、はい、うん、そうですよね。なんかやっぱり乾杯した時はみんななんかかなり明るい感じだったけど、はい、いざ吉谷さんにこう順番にこうコンサルしてもらったら、はい、かなりなんか自分が全然できてなかったっていう状況に陥って反省している方も結構いらっしゃったし、私自身もなんかもう目から鱗で、わ、わ、これちょっとホームページ変えなきゃみたいな感じにもなりましたしね。うん、うん、吉谷さん聞いたらもう早いんですよ答えが。まあで早くないと15年やって何やってたのって話になるんで、さすがにそれはね、まあ結構まあ僕4次元、はい、4次元ポケットまだいかないですけど、まあまあそのストックはあるんで。ねえ、本当にすごいなと思って、うん、まあじゃないとね、まあ、本当ガチでやってきたんで、結構いろんな事例もあるし、いろんな見てきたし、いろいろやってきて、 今現行でもやってるんで、はい、まあ、そこは自信はありますね。だってね、塾生さんの中で僕と一緒で15年ぐらいネットビジネスやってて、うん、まあ、僕も会社間でいうと売り上げ10億ぐらいは作ってきてるんで、塾生さんの中で15年やって10億ぐらい作ってきましたよっていう人が多分いないと思うんですよ。だから即答できるんですよ。だから僕と同じレベルだったら、うん、多分その、あ、まあ、僕と同じ経歴の人が塾に入るってことはないので、だから逆に即答できるんですよ。あ、僕より下の人しか入らないわけじゃないですか。そうですね、うん、だから即答できるっていうのもありますね。うん、だからなんかソフトバンクの孫正義さんが僕の塾に入ってきて、なんか質問されても、いや逆に教えてくださいみたいな、うん、まあこれ、まあ、塾でも教えてますけどね、要は自分より下の人がお客さんなんだよっていうことは教えてるんですけど、うん、まあそれは即答できます。はい、それは、うん、だって即答できるお客さんに売ってるんで僕は。ああ、そうですよね、うん、なんかその IT 社長に売ってないんで商品はい、うんうんうん、だからそれは自信大丈夫ですね。はい、でもこのお悩みライブ企画はいいな。これちょっとリア、ありがとうございます。いいですね。はい。うん。他は何かあります？他はそうですね。いや、だいぶでもその吉谷さんやってる量がやばいので。はい。だってアップデートされてるじゃないですか常に。まあ そうですね。だそれが ドリアカの売りでもあるんで、まあ、他の塾ってアップデートないじゃないですか。でアップデートするとするならば、だいたいそのじゃあ、年契約でまた更新しますかっていうお金を払って契約じゃないですか、うんうん、そうですよね、うん、普通は、うん、でもドリームアカデミー1回入ったらずっと無料でずっとアップデートなんで、多分ね60までやるんです、うん、ないと思いますけどね、そういうのは、うん、それが売りの一つでもあるんで、それはやりますけど、うん、なんか特にもうないです。わかりました。じゃあまあこのお悩みライブというか、そのサムニアンさんからは、ま、前もいただきましたけど、そのリアルで会える場とか、まあ、そういう感じですよね。交流できる場だったりとか、ね、はい、うん、なるほど、うん、まあちょっと新年会はもう今まで2年やってなかったやつを入れて、はい、たんで、あとはこのお悩みライブ、また違う新年会とは別企画で、こういう場をちょっと作ろうかな。要はで参加できない方もいるじゃないですか、スケジュールだったりとか。そうですよね、うんうん、だからあと遠くて、だから僕がやっぱ開催できるのも、はい、やっぱ東京大阪福岡あたりなんですよ多分今現状で本当にできるとするならば。はい、だからでも東京大阪名古大阪福岡に来れないっていう方もいらっしゃるんで、はい、うん、そのだから そういう方にもこのライブ感を通して、ライブ動画としてローカル動画としても残りますから、まあ、まあシェアできるなと思って、はい、そうです。来れない人はね、その中継に入ってくればいいだけの話なんで、うん、はい、で中継に参加できなくても後で見れるし、うんうん、これいいですね。いいですね。 OK です。じゃあこれちょっとやります。はい、楽しみ、うん、これだから夏、あ、これあれかもしれないです。夏なんか
まあちょっと暑すぎるとあれかもしれないですけど、なんかその BBQ、はい、あんまでも山の中だとライブできねえか山の中ではライブできないですね。でも なんかちょっとその集まる場所、なんかその要はそのお店だとガヤガヤになっちゃうんで、熟成さんだけ集まる場所っていうのをちょっと考えて、やってみます。はい、ありがとうございます。この間テレビでなんかキャンプじゃないけど、はい、キャンピングカー、はい、で一泊できるなんかそういうところがすごく流行っていて、はい、東京だったかな、うん、でなんかバーベキューもできてっていう、自然が多くてっていうところ出てましたね、はい、あーなるほど、うん、まあちょっとなんかそのそれを絡めてなんかできたらまた面白いですしね。あ、そうですね、うんうん、まあそれちょっと企画夏ちょっと夏になっちゃうと思うんですけど、夏、うん、はい、夏企画します。それ、はい、夏に向けて。なんか鷲津さんはなんか沖縄なんか本当に行ってくれるのかわかんないですけど、沖縄でなんか合宿するとか言ってました。まあでもそれはちょっとドリアガとは関係ない感じなんで別企画なんで、まあその熟成さん向けではないですから、あれは一般向けなんで。そうですね、うん、ちょっと夏これサマーで企画します。はい、はい、了解です。あとまあこれ聞いていただいてる方の中、聞いてる方の聞いてる人へのまあ、うん、この前もちょっとね音声対談取らせていただいたんですけど、はい、まあ、その結果が出てない、まあ、熟成さんだったりとか、まあ、これからネットビジネスやってみようとか、はい、なんかそのうまく行動できない方へのなんかサオニャンさんからメッセージいただけると助かります。そうですね、まあ、私もあの結果全然出てなかったので、うん、そのなんだろう、こう、うん、いやーなんか私の場合はそのお金系じゃなかったんで、まあそうですね、いや、うん、私お金系じゃないしっていう感じで見てたところもあるんですよ、うんうんうん、羨ましいなとか、うん、いやなんかできないし、そういう風にできないし、そういう風に表現できないし、はい、なんか違うしなみたいな感じで拗ねてた部分もあったんですけど、はい、なんか全然できない、あのそうやればいいけどできないってい う、 こうハードルもありましたし、で30万で売るとか、うん、いやちょっとみたいな感じの考え方もありましたし、うん、うん、でもこう言われた通りにあのやったら結果が出たので、うんやっぱりその一旦もう全部捨てて、で吉谷さんに聞いて、で言われた通りにやってみるっていうのをまず一回だけでもいいからやってみると結果は必ずついてくるかなと。うん、うん、なるほど。今回のバックエンドもそうじゃないですか。まあそうですね。まあでもその結果が出た理由は、うん、まあドリアカでも常に教えてますけど、はい、結局サワニャンさんがバックエンドを売る上でのちゃんと信頼関係をしっかり構築してフロント商品とかも売ったりとか、そこがそのあったから売れて、いきなり多分バックエンドやりましょう、まあまあそれは講義通りやっていただければいいんですけど、まあ売れた理由はありますよね、はい、まあちゃんとそこをちゃんとやってたっていう。そうですね、うん、ただね、でもね、うん、あれね、本当吉谷さんに聞かずにやってたら、うん、あんな結果出てないですよ。まあ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 、その具体的なオファーだったりとか、まあそのどういうふうにこうご案内していけばいいのか、まああのプラチナプランとかそのプランの作り方ですよね。はい、うん、めちゃめちゃ甘かったんで内容が。うん。うん。だからまあそれはまあアドバイスはしましたけど。はい、まあまあそうですね、まあ細かいところはまあアドバイだから、まあこれ聞いてる熟成さんいらっしゃったら、まあご質問いただければいくらでも回答はしますんで、うん、そうですね、本当になんかあの聞いたらあのハッとなるような回答が返ってくるので、うんうん、本当に悩んでいる人はまず聞いてみてもいいんじゃないかなと思いますね。だからあれなんですよ、でもその質問ってそのはい、サオニャンさんがバックエンドの商品自分なりに考えてこれからこういうふうなやろうと やりますっていうふうな行動があるからその悩みが出てくるんで、そのそもそもそのそ、ね、商品作るとかそこに行ってない場合はその質問ができないんですよね。うん、だからまあ僕としてはドリアカの講義を見てまずはやってほしい、やれば悩みは出てきて質問が出るんで質問してほしいっていう、だから僕がこのなんだろうな2年ドリアカ運営してて210何人いるんですけども、
お問い合わせ来てるのが50人しかいないんですよ、はい、4分の1しかお問い合わせないんですよ。ということはそのお問い合わせがないってことは、うーん、2つ言えることがあって、まずやってないから、はい、やってないから聞くことがないのと、あとは、聞きづらいとか、多分それぐらいだと思うんですよ。でもやれば僕は質問あると思うんですよね。そうじゃないですか。まあ、やればそうですね。だからサオニャンさんもバックエンド売ろうってなった時に、じゃあどういうふうにコンセプトすればいいのかなって悩みが出てくるわけじゃないですか。はい、でもこれやらなければ悩み出てこないと思うんですよね。そうですね。なんかそのやってほしいなと僕的にはですよね。あ、そうそう、あとそうそうそう、サオニャンさんが、その、はい、最初その集客する上で YouTube やった時に、この前もまあ聞いたかもしれないですけど、最初、はい、ゼロだったじゃないですか、全部。はい。その YouTube 始めてもゼロ、その集客もゼロ。こう。で、そこが乗り切れない人がいるんですけど、そこをどうしたらいいですかね。今のサオニャンさんの話で、吉谷さんから言えば結果出るよねっていう話だったんですけど、最初結果出ないじゃないですか。ね、はい、だからそこをどう乗り切れるかっていうところで、なんかあれば、はい、なんかあればちょっと欲しいですね。あ、もうそれはもう簡単ですね。まずその期限決めとく。はい。私の場合は吉谷さんに初め入った時に、10年先見据えてやりますからって言ったと思うんですよ。長期で考えてますと。はい。だからすぐ入ってもう何百万稼ぐとかそういうふうには考えてなくて、はい、まずできることからコツコツして、で10年後これで1本で食べていけるぐらいな感じになればいいんじゃないかなっていう風な、予定だったんですよね。だからまず YouTube やるにしてもゼロだったんですけど、まあ途中本当になんかくじけそうになりましたけども、でもよく考えたら私は10年間スパンで考えてたから別に関係ないわっていう風な感じで戻していったっていう。ああ、そこの戻、自分のコン、中心、決めたことが10年後、しっかりと長期的なビジネスとしてなってればいいやと。だから、今がゼロでも、いや、10年後ちゃんとなってればいいよっていうところに戻して、こうできたっていうことですかね。そうですね。ああ、なるほど、なるほど。あ、でもそれ、はい、それ大事ですね。そうじゃないと多分、先が見えないって。絶対なるんで。やめちゃおうってなるんで。まあ、この前そのあやさんの商品こうちょっと売った、熟成さんのあやさんサイトアフリエイトのこの販売したんですけど、あやさんもそのサイトアフリエイトやるときに1年はやろうって、1年やってダメだったらもうやめようみたいな、そのなんかある程度中長期の考え方を持って取り組んでましたね。あやさんも1年っていう、あ、まあサオニアさん10年って今おっしゃってましたけど、なんかそのなんか半年とか1年とかそれぐらいのなんか、まあそもそもなんか新しいこと始めて1日2日でできないじゃないですか。はい、できないです。だからある程度自分の中でこれだけはちょっとやりきろうっていうのは決めた方がいいですよね。そうですね。だって私たちって、まあ例えば大学だったら4年間学びますよね。そうですね。はい。で私も専門学校行ってまた一から資格取って今の本業に生かしてますけど、3年通ったんですよね。はい、3年通っても稼ごうってなったらまたゼロからペイペイなんですよ。ひよこレベルなんですよね。はい。だからじゃあゼロから何も知らないネットビジネスなんて知りません、コンテンツって何ですかっていう人がいきなりドリアカに入って、でコツコツやったとしても、そんな1日2日で結果出るわけないじゃないですか。はい。申し訳ないですけど、はい、ベースがある人は話は別ですよ。でも私みたいに何も知らないっていう人からしたらやっぱりちょっと時間はかかりますよね。はい。じゃあその時間どれぐらいかけてでも OK なのかっていう許容範囲を決めておくっていうのが、大事かなって思いました。あ、でもね、今サオニャンさんの、あれからちょっとヒントいただいたというか、その、はい、大学も4年とか、まあ、今僕振り返ってみると、小学校って6年間じゃないですか。で、中学校3年間、高校3年間、大学4年間、大学院も何年かかわかんないですけど、何かを学ぶときって、その、なんか、1週間とかないですよね。
小学校が1週間とか、なんか大学1週間とかないじゃないですか。だから、はい、その例え話すごくいいなと思って、何かを自分たちが習得するときに、じゃあ小学校は6年間やったよね、中学校3年間、高校3年間、大学4年間やったよね、だからネットビジネスをこれから本気で学ぼうとするんだったら、なんか自分の中で、はい、その、まあ、少なくても1年とかそういうスパンで、なんか区切りをつけるっていうことは結構なんか案内するとき大事かなっていうのは僕今すごく感じましたね。そうですね、というのもやっぱり今本業にしている仕事もですね、うん、やっぱりその全部失ってからやっぱり飛び込んだんですよ、はい、でやっぱ骨埋める覚悟でその世界に飛び込んだんで、うん、やっぱ何かする時のその私の基本の考え方がやっぱ骨埋める覚悟でやる、うん、だからもう集中するっていうところですね、うん、だから無我夢中になれるものを探してましたっていうのは、それぐらい夢中になれるものがやっぱり楽しいじゃないですか、うん、まあそうですね、うん、あでもその基本の考え方いいですね。そのこれぐらいやる、だって石の上にも3年って言うじゃないですか、なんか、ね、まあ言いますけどね、うんうん、いやそれぐらい普通にかかりますよっていう、うんうん、1年なんかもうペーペーですよっていう、うん、3年でもペーペーですよって、使い物にならないですよみたいな、うんうん、まあそうですね、うん、でも10年やって初めてなんとかみたいな、うんうん、まあ職人とかそういう10年やってようやくまあちょっと毛が生えたかなみたいな、まあ、そういうのありますからね。はい、なんかそういう環境で育ったんで、うん、その本業の方がね、うんうん、確かに、うん、まあ、このだからそういう心構えがあったら全然1年やって結果が出なくても、うん、いやいや俺は私は10年見せて5年見せてやってるんだから大丈夫だって言い聞かせることができる、うん、なるほどね、まあ、この心構えですね、うん、なるほど、そうですね、これ初めの どうしたいか何年できるか、うん、うん、あこれ大事ですね、なるほど、大事ですね、これめちゃめちゃ大事ですね、はい、すごくそこがポイントかなと、うん、てかこれほとんどの人ないですね。あないですかね、うん、もし聞いている方でないなって思う人は決めといた方がいいかもしれないですね、うんうん、これ間違いなくないですね、これは、うんうん、もうだってドリアカムだって学校だと思ったら3年は当たり前ですから、うん、うんうん、そうですね、だから学校にしたいんですよ、だからまあもうこれ結構構想の中であるんですけど、その学校にしちゃいたいんですよね、はい、そのまあ、うん、今ウェブ上でそのやってるんで、もう本当にリアル校みたいな、はい、まあ僕は東進ハイスクールをイメージしてるんですけど、まあなんかそのやっぱリアルの場所があって、そこで集まって本当にその勉強するみたいなのがあれば、なんかその、うん、まあ本当に学校になるじゃないですか、でそこで学んでいくみたいな、はい、なんかその、うん、なんかちょろちょろやって稼ぐ、インターネットでちょろちょろ稼ぐんじゃなくて、僕はインターネットビジネスだと思ってるんで、ビジネスを勉強しないとそもそもダメだと思うんですよ。でそれをただインターネットのプラットフォームを使うときにどういうふうにやればいいのかって話で、サオニアンさんはリアルで授業やられてるじゃないですか、はい、でよくたまにこう言っていただいたのが、あこれリアルでも全然使えますねっていうことをよく言っていただいたんですけど、はい、なんか僕も教えてって思うことが、はい、なんかインターネットでなんかちょこちょこ稼ぎたいと思ってる人はうまくなんか言ってないんですよね、うん、やっぱちゃんとビジネスとしてお客さんとしっかりとこう向き合ってる人はやっぱ結果出てるし、うん、うん、なんかそこの線引きもするためになんかリアルの教室があったらより深く伝えられるのかなっていうのは感じてますね、なんか、うんうん、だから他のその塾とかもやっぱ、うん、インターネットで稼ぐ塾とかはやっぱ、はい、ポータルサイトがあってそこで学習しましょうみたいな、うん、はい、全部そうなんで、そのリアルで学ぶ学校みたいな、うん、で来れない方はサブとしてポータルサイトもあるよみたいな、メインはその来てくださいみたいな、そうですね、やっぱりその行くことがこうアクションとしてできる大きいですよね、うんうん、そうそう、だからサイトを渡されても、うんうん、なんかなーなーになっちゃうんですね、そうそうそうなんですよ、だからそういうのもあるし、もらって満足もあるし、そうそう、見て満足でやらないみたいな、そうそう、だからその学校でちゃんと来る、うん、そしてそこでしっかり学ぶっていう環境を作ることによって、うん、はい、
その、まあ、やらないといけない状況になるじゃないですか。そうですね。うん、だから、まあ、あの結果を出させる上ではそういう環境を提供するっていうことが結構大事かなとは思ってるんで、うん、やっぱりその熱量が伝わるっていうかね。そう、そうですね、うん、だからまあ それは将来的に僕は考えてますね、本当にそこは。はい、うん、だからその、うん、この話をしたら鷲津さんもすごくあの応援したいですって言っていただいたんで、うん、まあ福岡で考えてますけどね、僕の中で一つ、はい、うんうん、福岡だと本当あのまああの、 あの家賃も安いっていうのもあるんですけどあとはその あと利便性がいいですね、飛行機と新幹線の。あ、飛行機最高ですね。あ、そうそう、もう福岡しかないですよね、あんなの。もう最高ですね。お、福岡やばいですよ、うん、だって飛行場から5分で博多ですから、はい、いやもう本当に最高ですね。あれありえないですよねありえないですね、うん、あれは羽田とか成田とか全然もうだって空港行くまで結構市街地からすげえ時間がかかるじゃないですか、うん、そうですよね、うん、だから、うん、あの福岡の利便性は多分すごいんで。そうですね、うん、どこから来ても楽ちんですね。そうですね、はい、うん、だからまあ本当リアル校に関しては福岡であのちょっとやろうかな。鷲津さんもいるんで、うん、心強い。そうですね、心強いですね、うん、うん、あ、そうそう、で、うん、あ、サオニアンさん今回その3月売り上げコンテンツで、まあ、1100万ぐらいこう上げたわけじゃないですか。はい。でそのドリアカに入ってトータルでどれぐらいその、はい、うん、なんだ金額としてはボリューム的になってます、今。はい、年末に、1回、今までの、トータル金額を提出させてもらった時は、あの時はあのドリアカの金額をもうちょっとしたら抜けるから、うん、まだその時40万ぐらいでしたね、うん、年末が。あ、ということはそこからだから、まあ、オンラインサロンの月額もあるから、だからそうです。で、うーんと、そうだな、そっからあのオンラインサロン入れて何十万何十万だから、うん、まあ100万ぐらいじゃないですかね。あ、じゃあこの前のバックエンド売りにプラス100万とかぐらいですかね、じゃあ。そうですね、はい、ということは1200ぐらいですかね。そうですね、うん、で1200にしときましょうか、うん、はい、はい、じゃあ1200で、だいたいそれぐらいで、だいたいそれぐらいでもうちょっとあるかもしれないけど、まあいいやあのこの前その、うん、そのなんだ、あの今回の仕様の話もあったんですけど、結果を頂いてる時に、はい、そのまあ仕様のその順利ですよね、40万売ってるけれども、はい、順利で11万でしたっけ。12万ですね。12万ぐらいでしたっけ。はい、だ40万お客さんからまあお金払ってもらってるけど自分に入ってくるのは純利としては12万ぐらいと、はい、だからこれ何だな、4分の 1？ すいません、まあ、4分の1ぐらいですよね。うん、うん、だからまあその報告でもありましたけど、そのコンテンツ販売ってほぼ、まあ、純利ほぼ 100% じゃないですか。はい、だからこの1200万でかかってる経費って何があります？かかった経費、はい、あ、間にその物販でスプレーとか入れたんで、はい、まあでも送料ももらってるし、まあ、100円の容器とかじゃないですかね、はい、あとは三脚2000円、三脚2000円と、はい、さあ、まあ、コンテンツだけで含めるとかかった費用っていうのは、コンテンツはその三脚2000円だけです。はい終了終了だ、今回のバックエンドの商品、今回のバックエンドの商品のサービス、はい、サービス提供は何でやるんですか。何を使ってやりますか。LINE アットと YouTube。 じゃあ YouTube は無料だから、 LINE アットは月額5000円ぐらいだから、はい、まあ経費として5000円ですかね、はい、これじゃあ、はい、
そうですね。じゃあそのバックエンドの1100万ぐらい上げたやつの経費は、はい、LINE アットを使ってサービス提供するから、まあ、5000円ぐらい。そうです、はい、あ、他に何か使うものありますか？ないです。じゃあ LINE アットと YouTube を活用してサービス提供するということなんで、はい、1100万で経費5000円ですかね。そうですね。まあ販売に関しても YouTube と LINE ですもんね。そうです。うん、はい、なるほど。うん、はい、まあ、そう考え、いやー、すごいですよ。そう考えるとまあ YouTube さんに僕たちは乗っかってるなというね。YouTube さん、YouTube さん、Google さんありがとうございますってとこですけどね。でも本当すごいですよね。ありがとうございますって感じですね。そう、これをそう、これをやっぱ ね、ただで使えるっていうのは神かなっていう。でも Google さんからなんかね、通帳にね、うん、お金が入ってきてますからね、Google さんから。ああ、そう、広告もね、今収入もあるんですよね。そうなんですよ。やっぱり徐々に増えてってますんで。はい。今 どれぐらい行きました？振り込まれた。いや、全然あれですけど、初め11,000円。あ、じゃあ8,000円。次が15,000円。はいはいはい。で20,000円。はい。で25,000円ってきてます。え、今25,000円まで行ってんすか？はい。すごいじゃないですか。ねえ。え、それ20,000、じゃあ YouTube の広告収入が今25,000円まで上がってきて振り込まれたと。あ、そうです。すごいじゃないですか。はい。え、チャンネルも記載したら入ってました、Google さんから。チャンネル登録者数今何千でしたっけ？全然です。2000何歩です。2000何歩で25,000か、うん、じゃあすごいいいっすね。ここ広告単価高いな、それ結構。あ、そうですか。多分高いと思いますね。へえ。うん、いやすごい。だってネットビジネス始めた人、まあ、これね、都市伝説というか実際あるんですけど、はい、ネットビジネス始めて5,000円すら稼げない人いるんですよ。いや、それよく聞くんですけど。そうですよね。なんでなんですかね。そう、何をしてるんですかね。うん、まあ僕もいろんなお客さん対応してるんで、まあそれは事実としてデータとして間違いないなっていうのは分かるんですけど。ああ、うん、でそれはなんかそのなんかちょっと時間がかかるアフィリエイトとかのことなのかな、うん、それは。いや、だからまあ結局ちょっとつまんでちょっとつまんでちょっとつまんでを繰り返すお客さんが非常に多いってことですね。あ、うん、あ、いろいろあるんですね。じゃあまあいろいろそのあるじゃないですか、転売とかアフィリエイトとか、まあいろいろもうなんかあるじゃないですか。はいはい。うん、だから、うん、まあそのまあ投資になっちゃいますけど、投資もある、いろんなのもあるし。ああ、そうですね。だからその副業でなんか自分でやるってなったらいろいろ稼ぎ方があるんで、あ、まあ目移りして全部つまだからウインナー1個つまんで、はいはい、終了みたいな感じですよ。ああ、なるほどですね。だからそのサワニャンさんが言っていただいたその最低これぐらいはやるぞっていう、はい、初めの心構えがないですよね。あ、そうですね。 それあった方が多分ないんですよ。やめないと思いますね。そう、だから5000円すら稼げない人って、うん、もうここの多分ないですね、はい、ああ、うん、多分ここ欠落してるんですよ。うん、例えば転売でじゃあ最低1年はやるぞってしっかり勉強して5000円って稼げるはずなんですよ。そうですよね、うん、サイトアフィリエイトとかブログアフィリエイトとかも1年最低やるぞって決めて本気で勉強してやって5000円稼げないってことはないんですよ、うん。ここないですね。ここ心構えないですね。ここ大事なところですね。そうですね、うん、だからとりあか入学するときにどれぐらいでやろうと思いますか、うん、だからみたいな宣言をしてもらうともいいかもしれないですね。それ大事だと思います。どれぐらいやるか宣言いいですね。入学試験が宣言みたいな、うん、あ、それは本当にいいと思います、うん、それこれからつけます、うん、どれぐらいやる覚悟があるか、うんうん、いや、これ今まで僕あの入れてなかったんで、これいいっすね、うんうん、だから最低1年ぐらいやる覚悟がない人には入学できないようにそもそもするっていう。だからそうすれば多分結果が出る人がもっと増えるんじゃないかなと思うんですよ。そうですね。だから最低1年2年は絶対勉強するっていう方しか入れなければ、うん、多分ね、だって学ぶ教材はいっぱいあるんで。はい、うん、いっぱいありますよね、本当にドリアカ、うん、だから本当にそのステップ通りちゃんとやってもらえば結果出るように一応作ってるし、内容もアップデートしてるんで、うん、ね、うん、あとはこのどれぐらいやる覚悟っていうのは大事ですね、心が。そうですね、うん、あ、これはもう僕今後販売していく上でこれは必要ですね、絶対に。
今までいなや、かっあった。た方が、やっぱりね、私もそれがないとやっぱくじけるんで、なんかフラフラになっちゃうじゃないですか。出口が見えないんで、そうゴでールす。決めてないと。そうですね。まあその10年はね、なかなかサオニャンさんの場合は本業もあるんで、ネットは10年っていう結構長いスパンを設けてましたけども、まあ一般の方はまあ1、2年でもいいんで、なんかその1年単位では欲しいっすよね。あ、そうですね。せめてせめ最低1年。最低1年みたいな1年単位で欲しいですよね。だって小学校、高校、中学校もね、年数単位じゃないですか。数ヶ月単位で卒業じゃないじゃないですか。そうですね。1年単位ですね。そうですね。最低1年ね。最低1年。これいいっすね。あ、よかった。いや、でもここね、結構多分おそらく、僕これからこれを取り入れて、この最低、最低どれぐらいやるっていう覚悟を、まあ最低1年ぐらいちゃんとやるっていう人が入れば、全員結果出るんじゃないかなと思いますね。出ると思いますね。まあ、そうなると私みたいにその楽しそうだなっていう入ってくる人がちょっと少なくなっちゃいますけど。サオニャンさんはね、ちょっと特別ですよ。私入れないですけどね、そうなんですね。楽しそうだからねって入るのは、まあでもね、あやさんとかはね、まあその中堅どころとかは、なんか吉谷さんとつながりたいから入りたいとか、なんか、まあそうですそうね。いう理由で入ってくれる方もたまにいるんで、まあありがたいですけどね。まあだそうからですまあ、ね。まあそれ以外になんかあれば、まあその、なんかよし、なんか、ちょっと項目はつけときます。補助。なんかその、僕とつながりたいから入学したいとか、その、違そううです理ね。由、違う理由もあれあれば。ば。そうですね。その宣言を超えるぐらいの、そう、なんか、ね、理由があれば。僕、やるというか、吉谷さんとつながりたいとか、あと、単純にドリアカが楽しそうだからっていう、なんか、その違う、ちょっとぶっ飛んだ理由ですよね。他の人とは違う。たまにいるんですよね、たまに。たまにね。なるほど。いや、これは結構参考になったな。よかったです。いや、これはでも、今後絶対つけます。だってこれ大事、これがないなと思うんですよね。やっぱ結果出てない人は、本当に。そうですね。だから今聞いてる方でこれがない方は決めるべきだし、僕自身もドリアカ販売するときに最初からここをフィルタリングすれば、まあその人しか入ってこないので、そうですね。だから僕はもう塾生さん全員に結果出してもらいたいんですよ。そのなんか、自分の人生変えたいとか収入変えたいと思って入ってるんだったんですよ。サオニャンさんの場合はちょっと、なんかちょっと楽しそうだなみたいな感じで、まあ、そのきっかけで入ってますけど、多分8割9割はお金を稼ぎたいとか、収入を上げたい、人生を変えたいと思って入ってるはずなんで、まあ一人一人に聞いてるわけじゃないんであれですけどね。そうですね。まあでも人生変えたいと思って入ったんであれば、やっぱり人生変えないとねでとす思ね。いますし。だそれで人生、まあね、何年、まあ、70年なのか80年なのかいつ死ぬかわからないですけど、その中で1年間頑張ってみるっていうのは長い時間ではないと思うんですよね、人生のそのスパンで考えた場合。そうですね。いや、私前の動画でも言いましたけど、まあ寝てなかったんですよ。そう、だいぶやってくれてましたもんね。完全昼夜逆転ぐらいまで行って、で、寝れなくなったんですよ。だから寝ようと思っても。朝5時とか4時に寝るじゃないですか。で、なんか寝れなくて目が冴えて、今日はやらなくてもいいって思ったのに、ずーっとなんか起きちゃって。それぐらいなんか麻痺するぐらいやったんですよ。でも作業量はそんなにずっとはじゃなくて、なんかだらだらしつつ、こう構想を練って、で、やり取りしつつ、会員さんとやり取りしつつっていう感じだったんですけど、でも、私もだって普通に勤務じゃないけど、まあ仕事してるですからね。日中は。ですよね。だからこれ聞いてくださっている皆さんと同じですよ。
日中はでリもアルの休みたね。いときは休めますけどね、自由にね。まあ、しかでもも、まあ、多分、どちらか安といっうぱい入っと、てこないですから。そうそう、あとはね、その結構肉体疲労もありますよね。そうです。肉体労働ですから、ですよぶっちゃね。けて言うと。で、ですよ。で、帰ってきて、すぐリーディングしだして、で、ご飯食べて、またパソコンの目の前にずっといますから。もう固定位置から動くのはお茶飲むとかトイレとかお風呂入る寝る以外ずっとパソコンの前に行ってます。いやでもね、まあサオニャさんこう言っていただいてますけど、いやでもね、本当ね、稼ぐっていうか、ネットを使って稼ぐっていうことは、ネットと向き合うというか、パソコンと、僕の場合はスマホとどれだけ向き合ってるのかよくわかんないですけど、もうずっともう動画、もうスマホに向かって自分と対面している、対話しているっていうのをずっと続けてて、だからまあそんなもんなんですよね。そんなもんですよね。結果だけ見たらなんかね、あれだけなんかちゃちゃってやってるように見えるかもしれないけど、だそいや、の、かなり泥臭いというか、いそや、れは結構泥臭男いですとね。思われても仕方がないかなぐらいな勢いでやってますよ。いや、でもね、僕ね、ネットビジネスって15年やって思ったんですけど、これね、ここまで聞いてる方、かなり、まあ、2の方しか聞いてないと思うんで、まあ、言いますけど、ネットビジネスは、本当にネットビジネスほどですね。ネットビジネスほどどれだけ泥臭く地味なことできるかが全てかなっていうのは僕は15年やって思いますね。まあ、これにつきます。ネットビジネスは本当にどれぐらい泥臭いことできるかっていうところが、つきますね。マジで。そうですよね。ただ、レバレッジがネットの場合違うんですよ。例えばどれだけ泥臭くやっても、多分、サオニャンさんがリアルの今のやってる事業で泥臭く事業を一生懸命が頑張っても、あらりで1000万を超えるのって結構難しくないですか？なかなか一人では無理です。一人じゃ無理ですよね、さすがに。人雇ったら可能かも、全然そ可能ですけう。ど、一人じゃ絶対に無理です。多分人雇って店舗大きくするとかだったら可能かもしれないですけど、一人でそのまま三でも脚、それ経費かかりますから。まあ、そっか、そうですね。経費ほぼゼロで、粗利100%ではちょっと考えられないですね。で、しかも自分が作ったコンテンツがずっと働いてくれるわけですから、まあ、そうですね。もうそれはリアルではもうちょっとありえないですね。そうですね。だから今後 YouTube のね、そのさっき言った広告収入もどんどん伸びてきてるわけじゃないですか。で、それって昔撮った動画も再生されて広告収入得てるわけで、まあ、これからどんどんコンテンツ増えてって、まあ、チャンネル数も伸びてったら、その収入ってもう安定的にどん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 伸びるしかないじゃないですか。そうですね。だからそれもなんか自分が寝てる時も動画再生されてチャリンチャリン行くっていうね。だからどんどんお金、時間とお金が増えていくっていうのがネットの世界かな。ただ、時間とお金を増やすためには、そのストック量が必要なんで、そのコンテンツのストック量だったりとか、お客さんとの信頼関係のストック量だったりとか、まあそういうのが必要なんで、泥臭くそこはコンテンツを作っていくってことをしていけば、この必ずブレイクポイントっていうのが出てくる。いや、まさかだってこんな風になるとは、あの時はちょっと想像ができなかったですね。いや、僕も最初こんな対談してるとは思わなかったですよ。まあね、サオニャンさんも一番最初のなんか方は、まあね、今日の対談でも言ってましたけど、いや、僕は私、その夕方暇だったんで、みたいな。そんなノリじゃないですか、最初は。そうなんですよ。で、だから初め特定の動画見て楽しんでたみたいな。で、あとね、その、なんか動画撮ったんですけど、全然再生数上がんないんですけど、大丈夫ですかっていうのもいただいてたんで、まあ、そうでまあ、すね。僕はまあ、大丈夫ですよって言うしかないし、てか、そこを超えない限り無理なんで、まあ、よく続けて、ここまで来たなっていうのは、正直ありますよね。周りのその先輩方がやっぱ結果バンバン出してるし、そのチャンネル登録者数もすごく多かっ
たですし、まあ、吉田さんもチャンネル登録が日に日に増えてっていうのを見ていると、やっぱりなんか自分って本当にダメなのかなとか、すごいなんか、これなんかやらかしてるのかなとか、なんか、いや、これちょっと失敗かなとか、そう思いましたよね、やっぱり。うん、この業種だからかなとか。うん。いや、でも僕は経験上から、まあ、あのジャリーディングのそのジャンルはいけるとは思いましたけどね。もう結構言ってましたよね、僕最初から。絶対いけますよ、みたいいや、でもほら、皆さんがそのお金の、そな。の、ね、ジャンルが多かったじゃないですか、比率で言うと。まあ、比率というか、ドリアカは、その、ね、何やったらいいか分かりませんっていう武器を持ってる人が少ないんで、あれを置いてるんで、お金になっちゃうんですけど。だからなんかもう自分だけ逆走してるような気分で、なるほどね。まあなんか、まあまあ、はみごっていうか、なんか、本当に私これいいの、これ、なんかいいのかな、みたいな感じはすごいありましたね。まあ、リーディングのコンテンツ売れんのかなっていう。まあ、それはまあまあ、まあ、あるっちゃありますよね。まあ、ドリアカの講義にそれがもうないですからね、さすがに。リーディングしましょうっていう、リーディングをコンテンツとしてやって、それを売りましょうっていうものがないですからね。だからそのコンあテとやっぱりドリアカに入って、その他の方でその僕のコンテンツをそのままパクってくださいって言ってるのを聞いて、めっちゃいいじゃんって思ってました。 こうパクったらいいだけじゃんとか思って、めっちゃ簡単やんとか思ってましたもん。私リーディングだからパクれないやんみたいな。パクれないやんみたいな、どうしたもんかねみたいな。なるほどね。もうやりたい放題やみたいな感じで、すごい羨ましかったです。だからまあまあでもやることは変わらないんですよ。ただ情報が変わるそうだでけ、すね。そう、情報が変わるだけで、リーディングの情報なのか、お金を稼ぐという情報なのか、自己啓発という情報なのか、まあなんかその情報が扱うだけでやることは変わらないんで、大した。そうですでもね。まあね、まあ見てる方としては、私リーディングやしって話ですよね。かなりありましたね。まあでも、よかったです。でもね、僕は一つ言えるのは、やっぱその、やっぱそのリーディングのライバルいてるじゃないですか。チャンネル登録者数1万とかの先生とかいも。やー、すごいですよ。いっぱいいます。いるじゃないですか。でも、その先生たちは絶対ドリアカで学んでるようなことを学んでないんで、だからサウニャンさん勝てますよ、本当に。だ今後チャンネル登録者数も増え続けるし、そこでしっかりと、こうビジネスとして、このドリアカで教えてるマーケティングとかやり方をやっていけば、一人勝ちですね。だから今後はその、前も提案させてもらいましたけど、そういうそのチャンネル登録者数1万とかあって、で動画もクオリティ高いのに売り上げ多分1000万とか上げられる人って多分あんま少ないと思うんですよ、今。だからそういう先生たちに、先生サオニアン先生が先生に教えるっていう学校も作れるし、やろうと思えば。私がチャンネル登録者数ゼロからどうやってこういう売り上げ作ってきたのかっていう、なんだ、そのリーディング学校みたいな、リーディングを教えたいっていう人にどういうふうにやっていけば、ビジネスとしてやっていけばいいのかっていう違うコンセプトでいきますしそうですね。ね。だ今はそのお客さんのマンツーで悩みを聞いて、そこに対してお金をいただくっていうことをやってますけど、まあそれをね、事業としてやりたいっていう人に向けて学校をやるってこともできますし。そうですね。そう。まあこれからまあ本当にいろいろとできると思うんで、頑張ってください。ちょっとチャンネル登録者数、夢の1万人をちょっと初めやるときも夢見てたんで、それに実現するためにちょっと、頑張っていきます。いや、1万人は絶対行きますよ。絶対行く。で、行かないことが考えられないですね。だ、市場のニーズがサオニアンさんに追いついてくるんで大丈夫です。これは何度も言ってますけど、本当にこれからっていうのは、物じゃなくて精神的なサービスっていうのは絶対求められるんで。もう物じそうゃでないですすよ。ね。今はもう精神的な話がいいんで。だから僕も結局動画撮ってますけど、マインドの話をずっと聞いてくれてる人が多いんですよ。だからそのそうですね。精神的なとこなんですよね。もう。だそこ強いですよ、本当に。
ミシャンさんがそういうふうに言ってくれるから、なんか、ああ、いけるんだな、みたいな感じで、今回もやれたんで、ありがとうございます。いやだって実際だって僕はそう本当に思うから言ってるんですよ。お世辞でもなおだてるわけでもなくて、その市場のことの流れを見て僕はそう思うんで。私はそれがちょっと見えてなかったんで。だってはい。1000万も上がんないでしょ普通。普通ね。だからそれはだからそういう流れなんです。だから30、サオニアンさんに30万50万払ってもいいっていうそのな時代の流れなんです。これがじゃあ戦争で日本が戦争に負けた時、まあ、その時は、まあ、ちょっと高度成長期にこのサービスは売れないんです。高度成長期に売れるのは洗濯機とか冷蔵庫とかそういうのは売れますけど、今はこういうサービスが売れるんですよ。だからサオニャンさんいいと思いますよ。ありがたいです。この時代に生まれて。そう、時代がサオニャンに追いついてくるって感じですかね。いや、ほんとそうだと思います。だから羨ましいなと思いますよ、ほんとに。そうですかね。いや、吉谷さんには誰も追いつけないっていうね、時代も追いつかないみたいな。そうですね、僕にはちょっと追いついてこれる人も時代もないかもしれないですね。聞いててなんか思いましたね。誰も追いつけないみたいもう常に走ってますからね。ねえ。はい、ということでちょっとだいぶ長くいろいろとごちゃごちゃ話しちゃったんですけど、はい、まあ、今回はこれでちょっと終わりたいと思います。じゃあ、サモニアさんありがとうございました。ありがとうございましはた。い、お疲れ様です。お疲れ様です。